周年おめでとう。10周年ありがとう。どうも、クロバラ軍団の小太郎です。どうも、ラバーズジェンの風間由依です。はい、始まりました、ガチスロ外伝三本屋。イエイ。僕たちペアで第3戦目になりますね。はい、もうね、前だいぶ分かってきたって風間さんのことね、はい、言いましたけど、はい、もう完璧に分かってきた私の何を分かってる。水が飲めない。はい、飲めないです。衝撃でした。お昼ご飯の時にラムネ飲んでるんですよ。なんで？ラムネとミニラーメンなんすよ。なんそんな変色なんですね。野菜が食べれないですよ。え、野菜食べれないですか。はい。何を？キャベツは？あ、いや、キャベツはあの葉っぱは食べれますけど。キャベツの葉っぱ？芯は嫌です。あ、じゃあキャベツ食べれるんですね。キャベツ、ほうれん草も食べれます。じゃあ食べれません。大根も食べれません。いや、めっちゃ食べれません。でもトマトとか人参とかピーマンとか、はい、セロリとか。あ、僕もセロリは。ブロッコリーは上のふさふさだけ食べます。あ、もうブロッコリーも人参。いや、私より野菜食べれないんじゃないの。トマトも無理です。ほら、いやでも大概いけますよ。大概えのきとかめっちゃ好きですね。僕たち前回あのちっちゃい的でまた当てましてね、はい、そうなんですよ。とりあえずこれ計2戦で2枚獲得したということで、はい、まあ、今日はさらなる上をね、はい、目指していきたいと思うんですけども、本日お邪魔させていただいている堀さんは噛んだから笑った今本日って言ったから笑った。いや、うまいことごまかしに入ったなと思って笑いすぎや。はい、すみません。本日はですね、はい、あの法隆寺天様にお邪魔させていただいております。はい、ルールの方はこちらのガチスロガイの三本の矢なんですけれども、はい、制限時間150分の一本勝負となっております、はい。あらかじめ私たちには一本矢が託されておりまして、うん、はい、こちら実践をしまして、はい、1名勝ちますとプラス1本、2名勝ちますとプラス2本、最高で合計3本の矢が。3本も今だけですよ。今だけ3本。今なんか特別さ的なのな。今後なんかもしかしたら減るかもしれんってこと。あ、そうやったよ。今だけ、今セール期間みたいな感じな。あ、そうなんや。30分以内にお電話いただいた方に3本の矢を差し上げませんけど、うん、めちゃくちゃ言うじゃないかな。うん、まあね、その最大3本の矢で、はい、チャレンジにチャレンジするんですが、はい、その的が3枚数によって変動いたします。はい、的がこちらということで、はい、ババン、はい、前回これです。これでもう1本ずつ刺さってますからね。いや、ほんま2連続これ的中はほんまにすごいと思う、うん、前代未聞だと思います。まためっちゃ震えてるやん。寒いんですよ。じゃあこのね、真冬にね、この格好はそりゃ寒いです。足出してるやん、もう。いや、若いんで。まあでもおしゃれ番長ですもんね。いやいや、とんでもないです。おしゃれの人はなんか寒さを我慢しろみたいな言いますもんね。あの、それはありますね。え、うん、寒さよりおしゃれしたい。うん、なんかそれ穴開いた服とか着てますもん ね。 そうね。これおばあちゃんに言ったら、あんたお小遣いないんかって言ってるやつやで。いや、なんか私のことめっちゃ知ってる、どうしよう。そうでしょ。え、怖い。言ってたでしょ、おばあちゃん、うん、言ってた。ほら、え、ダメージジーンズ履いてたら、そう、なんかあんたそんな、なんかジーンズ買うお金もないんかって言われてワッペンつけたのかって言われて。おしゃれで履いてんのにね。おしゃれね。そう、もういいんですよ、そんな話はよくて。、ね、どこ行こう。今回はどこ行きますかっていう。もうどこ行こうとか言ってても、結局ね、ここやん。ダメダメね。口に出したらその通りになってしまいました。じゃあここにする。欲張らん。いや、まあまあまあ、欲張ったやんか全然。まあまあそうですね、うん、え、でもこれで2本当たるんですから、うん、これで3本当たるんじゃないですか。うん、だからそう思う、うん、だから1人1枚以上買って。1枚以上買ってこれで3本当てて今日買えると。そうですね、いう最後締め方で、うん、いいでしょうか。いいと思います、いいと思います。はい、じゃあそれを目標に、はい、頑張っていきたいと思います。頑張ります。それでは、はい、いつものやついきましょう。いきましょう。はい、はい、ガチスロ外伝3本の矢。なんかとりあえず飛んでくれっていうことなんで、はい、せーので飛びましょう。はい、せーの、よっ。なんだ、飛んだらブラックローズ K になってしまったぞ。また、君、なんだ君は。ローズ M です。ローズ M になっちゃったのか。はい、
やっちまったな。これあれらしいぞ。なんかブラックローズ系 vs、はい、ローズ M ということらしい。因縁の対決らしいぞ。別に因縁はないんだがな。そこでお題が何でもあるらしい。何お題が出会いのない男女が素敵な出会いを得るならどうすればいいかというお題があるそうで、はい、まあ一人ずつ言うそうで、うんうんうん、それで勝った方にはなんとスタッフから温かい飲み物が授けられると。ありがたい。寒いからね。めちゃくちゃ寒い。かなり寒いから、うん、じゃあこれどっち先行でいく。どっちでもいいですよ。ローズ M 行きますか。もうまとまった。まとまりましたよ。考える時間欲しいんですよね。ちょっと欲しい。はい。じゃあ先いったらんかい。はーい、じゃあ私から行かせていただきます。どうもローズ M です。まあね、出会いがなくて悩んでいる男女たくさんいると思います。まずは自分の殻から抜け出すこと、これは大事だと思います。どんなに魅力的な男女でも家の中にこもっていたら出会いなんてありっこないんで、まずは外に出ること、これは大事だと思います。ですが、これだけは言っておきたい。無理に外へ出て、無理して自分の身の丈に合わない場所に行ってもいい出会いはありません。騒がしいところが嫌な人、クラブへ行っても出会いはありません。そういう人は無理をせずに自分の趣味、こちらを存分に楽しめる場所にまずは出かけてほしいなと私は思います。そしたら趣味の合う異性に絶対に出会えるはずです。そこから趣味の話になり恋愛に発展する、これはかなりいい出会いの方法なんじゃないかなと思いますが、後々のことを考えても趣味が合うカップルは長く続きますから。なので皆さんにはまあ家を出るだけども無理をしない、これは守ってほしいなと思います。私の、スピーチ聞いていただきましたが、ぜひ皆様に素敵な出会いがありますように。ローズ M でした。なんだそれは。なんだそれは。なんだそれは。何すげえいいこと言ったでしょ。あんまり聞いてなかった。もう考えるのに必死でしょ。考えるのに必死でしょ。とりあえずね、ブラックローズからは、うん、まずは、うん、出会い酒屋へ行け。出会い酒屋だ。簡単に出会える。ただあれ男はなかなか高い。行ったことあるんだ。2回ぐらい行ったけどな。1回2万ぐらいした。高っ。あれ果てしなくかかるから。気をつけろ。だって、待って、でも出会い酒屋に行けってアドバイスをしてるけど、行ったのに出会いなかったんでしょ。ないんだよ、ないんだ。ああ、出会いなんてないんだ、あんなとこには。じゃあだから次の方法だ。出会い酒屋がダメなら、次はキャバクラ行け。キャバクラだ。キャバクラなら完全に持ち上げてくれる。金さえ払えば持ち上げてくれる。うん、それでまあ気分良くなれるけど、まあ、彼女はできない。ああそしてキャバクラがダメならもう風俗へ行け。間違いない。さっき趣味がどうのこうの言ってたな。言ってました。趣味が風俗だったらどうしたらいいの。風俗で出会えばいいのか、風俗で付き合えばいいのか。いやでも所詮人間同士ですからね。何の趣味があったらそれでいいんじゃないですか。また言ってたこれ。今日何回目だ。何回言うんだ。本当に言わせて。まあいいよ、とりあえず、うん、出会い、え、終わり、終わりだよ。嘘でしょ。出会いなんてもうないんだよ。ないから未だに独身なんだよ。そんなやつに聞いて何がわかるんだ。え、自暴自棄になってる。俺が教えてほしいぐらいだよ。だ、趣味だろ、趣味。もうそれでいいよ、趣味だ。趣味をしろっていうことだ。あ、どうしようか。うん、だから俺はまたこれをつけて風俗へ行く。つけて以上だ。さあ判定どうだ、どっちだ。 MMM ウィエーイ。
3-0敗だ。もう私はね、まあ俺も入ってから 4-0 だ。やった、よかった、よかったな。全でもね、うん、全然嬉しくないの、なんでだろう。え、嬉しいよ、いいよ、あの、あったかい飲み物もらえるし。いや、それは嬉しいです、うん、嬉しいだろう、うん、あの、そろそろ右腕が痛くなってきた。これまあまあ辛いんだこれ。そろそろ行こうぜ実戦。いやでも本当にね、多分ね、私の負けですこれは。負けました。なんだ、どうした。負けました。いきなりどうした。いやもう勝てないもん、こんなキャラ濃いの。こんなキャラ濃い人に勝てない。とりあえず右腕がきつい。じゃあ行きましょう実戦、行こうね、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、行ってきます。入店。おー、いやー、やっぱ夜ですけど、また高いですね。これはまた苦戦するかもしれへんけど、ちょっと見ていきましょう。ハルヒ、ちょっと打ってみたいな。じゃあちょっとハルヒからスタートしたいと思います。まあ単純に初打ちなんで、まあよく分かってないんですけど、触ってみたかった機種なので初打ちは出るんで、ちょっとこの子からスタートしたいと思います。はい、この北斗の拳転生のショーなんですけども、現在ノーボーナス287、ゲームの415アベスという台で、まあ、今ホール内見て回ったんですけれども、まあ、率先して打てるような台がないので、まあ、まずこの台リセットなら BPS 高いですし、まあ、据え置きでも、まあ、前日で前々日が何歩やめか分からないですけれども、まあ、これ以上アベス、ある可能性もあるんで、まあ、とりあえず一発当たるまで打っていきたいと思います。はい、では実戦時間2時間30分です。いきます。まあ、まずね、天波ですよね、天波。まあ、一番いいのは、まあ、400のゾーンちょうどなんで、これでね、B で当たってくれればいいんですけど、まあ、次のゾーンが500、そして700で B 点ですね。少なくても B 点まではというところですけど、ここで全長来るんですか。461アベス全長ってことは、これ据え置きですよね。なんぼなんだろう、これもしかして500とかなんかな。考えるとちょっとこの先打ちづらいんですけどね、500で。あ、赤いきましたね。もう一度いけ。それでは2時間30分一本勝負スタートしたいと思います。スタート。全然分かっておりません、申し訳ないぐらい。お見苦しい点多々あると思いますが、温かい目で見守っていただけたらと思います。まあ、イメージとしては、まあ、新基準機ではありますが、事故る確率が高い、そんなイメージがありますね。結構事故って満杯出てる方とかも多いみたいなんで、まあ、まずはね、ART 当選目指して頑張っていきたいと思います。550安倍氏で全長起きましたね。これはどういうことだ、460ぐらいから全長あってここでも来ると、ちょっと判断できないですね、ここは。
まあ、ただ仮にこれ今の店長がリセットで500で来てるとしても、まあリセット後なんでちょうど A というわけではないんで、 B でも来るんでリセット後だけは。440ゲーム568ダメージから定めの時です。いやー500にしては遅いんですよね、定め入るのが。弱いなー。454ゲーム582ダメージで800です。ダメージと、591ゲーム719をベースで強戦です。607ゲーム735をベースで8点で前半の時ですね、強戦からです。まあ完全据え置きやと思います。でまあ予想が正しければ、僕が打ち始めたのは700手前ぐらいからやったんちゃうかなと思うわけなんですけれども、考えるとぼちぼち今もうハマってるんですけど、685ゲーム891ダメージで8点です。なんせ検閲下に入ってないんでちょっと調子は挟んでますけどね。893ダメージで定めの時です。うわ、今レインボーというかやったような気がします。709ゲーム915ベース8点です。はい、916ベース確定ですね。相当自重5です。緑やれる、頑張れるはず。では東進部いきます。カモスタート。ショート玉合計4個で真剣勝負です。これやれるでしょ。あ、やれへん。ジャギ。うわー、マジでなんか最悪。あ、なんかもう最悪。最悪の三発。うわー、マジで痛い。はい、128枚で終了です。なんか惜しかったんですけどね、勝てず宮部してやめます。最後の北斗の拳修羅の国編なんですけども、現在当日のボーナス433ゲームで、まあ、前日合わせると755ゲームと。でまあ転生が据え置きだったんで、まあ、その向かいにあるまあ、修羅に関してもリセットはかけてないんじゃないかなという感じはするんで、まあ、ピンポイントでかかってる可能性もあるんですけど、まあ、前日特に強かったとか弱かったとかいうわけでもないので、
多数焼きの可能性はあると思うんで、この台天井を狙いで打っていこうかなと思います。お逆スイカ、エロいな。さっき失敗したやつだ。お、チャンスアップ。なんだ、中田。エピソードステージ。エピソードステージ。下駄箱に入っていたメモに呼び出された俺、夕暮れの巨人。だったら、現場の独断で。いやなんかこう私のイメージ、孝太郎さんの。が結構クールでおとなしい感じの方なのかなっていうイメージだったので、だからなんかこう今日一緒に収録させていただいて、ですごく気さくだし、すごく気を使ってくださるし、こうやっぱ人気の理由がね分かったなと。怖い、なぜ？ガイドさん、私は私のバッグだったんです。なんだ、なんだ、ポン、中田、なんだよ、当たねえぞ。はい、打ちなさいよ。まあここに来てざわざわしてきましたけど、アニバファーパイレーツに勝利せよ。1人打ち取れば試合した。ネリた野球対決、どうやらこの試合腰にてやばいな。よいしょ、打たれるんかい。なに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 、閉鎖空間、突入チャンスゾーンか。あなたのチャンス、ここから出られないってこと。何をだよ、墓まで行きたいな。あ、もう残りゼロじゃん。閉鎖空間から脱出せよ。あのな、あの前が知らないだけで世界は確実に面白い方向に進んでいたんだよ。俺、実はここに。おー、当たりました。912ゲーム、投資が550枚、光ってるよ。ART ですね。100欲しいね、100。よいしょ。まあそうだよね。まあそう、まあそう。やばくない？なになになに、どういうこと？
合計60ゲームでございました。どうなんだろうね。トータル60ゲーム127枚。いやー厳しいね。ちょっと移動します。なんかあんまり、勝てるイメージが湧かないので。番長どうかな番長どうかな。そうですね、まあ、メニューを選択してる。まあ当たり回数もついてて、青七も来てたりとか、いただきラッシュにも結構入ってるんで、このサラバンで最後締めることになるかな、時間的に。そうですね、とりあえずまあ工事と AT 機なんで一回いただきラッシュぶち込んで投資の550枚回収できるように頑張りたいと思います。さあそれではサラリーマン番長を打っていきたいと思います。まあ私に限ってはゲーム数とかダンスゾーンとか気にして打つよりも打ちたい台を打ちたい時に打つのが一番勝てる気がするので、まあ今はねサラバンが打ちたかったんで。189ゲームここで当たりましたね。でかい、ものすごくでかい、強一でかい。うわうわアニメのやつです。アニメっていうか漫画のやつです。はい、990ゲーム、まあ、現状ですね。総投資が25本です。白さん奥義でキャラクターを入れ、白で白はきついですよね。もうまあ頑張ります。頑張って目標は7連システム発動まで行くと、で金勝負玉ゲットする。そこまで自力で頑張りましょう。僕が満喫して126枚です。あどうしたもんですかこれ。また単発、あちょっと方角だけね確認して、もう一勝負言いたいですけどね。15ゲームで、まあ、もう互角じゃないと思うんでやめます。探しに行きます。まあこれ空いてるんですよ。初当たりは結構取ってるんですけど、まあ大きく出玉伸ばせてない、若干プラスという台
空いてるんで、まあ残り1時間ぐらいなんですけど、とりあえず一発まず BC 引いてみます。で、まあ、半月以上出れば速攻で、まあ、三日月ならばもうやめようかなというところですね。時間見ながらちょっと打っていきます。2回目のチャンスリプレイ、275ゲーム降格中、 40% あるから1号で 40%。 今は嫌なところじゃ。どうだ健之介、当たるでしょ貴様。あ、いや、わからんわからん。あ、やっと当たった、よかった。279ゲーム総投資33本ですかね。チャンス確定。右中左偉い右中赤左用意した LED 黄色です。チャンス何でもいいから当たってほしい。よく言えば、よく言えばもともと当たってて、今のこれでチャンリップでストックしててくれたらっていう理想。エフェクトなし。いない。で、三日月やめます、やめます。はい、もう残りが30分ぐらいなんで A タイプ見に行きます。さすがに AT 打てないんで。はい、この M ダブラなんですけど、現在2751ゲーム、ビッグ8のレギュラー中と、まあ若干レギュラー足りないぐらいなんですけど、まあ秋台の中で、まあ、一番レギュラー確率がいい台なので、最後この台で癒されつつ、癒されたらいいですけどね、癒されつつ出玉回収頑張りたいと思います。俺の歴史にまた一度。顔がね、もうね、アイドルじゃない。ここで蹴りをつける。やる、最後の勝負で遊ぶな。おやすみ、完全勝利、楽勝ということで、ゲーム数が997ゲーム、天井到達ならずだったんですが、投資の方がですね、1400万。はい、ボーナス確定。ヤチャイヤイナを狙え。なしか。まあさっきみもみも言ってたんだけど、鈴木ちゃんが一番相性がいいので完走しよう。完走して3分の1でフリーズ引いて、それしか道は残されていない。セ
く。129万円。ほほーい、まあ時間もね残り43分21秒ということで、おとなしくザクラに行きたいと思います。はい、4507回転150分の1 150か先の大事にしようかね。まあとりあえず回数もついてて結構回ってる。この台末尾1だし、今日11日なのでこの台で最後を締めたいと思います。ちょっとねメガネを捨てるとマイクに重みがかかって耳がちぎれそうなぐらい痛い。さあ現在400ゲームハマりを食らいまして、投資額が歴代ワーストタイ36本になりました。何拍手しとんねん、は 何を人の不幸を喜んどんねん。拍手ちゃうわ、出ますよ、もうすぐ記録が、何も嬉しくない記録が。じゃあもうええねん記録、ほんまこれでなんかギネスブックとか載るんやったら別にいいんですけど、乗るわけはないし。いやでも私打つの相当早いのかもしれない。ザクラに来て追加投資をして、もう残り1000円。大事に打とうかな。大事に打ってよかった。やっとです。530ゲーム投資が、もう分かりません。計算ができません。ありがたい。ずっと君を待ってた。めでたく500ゲーム。ある意味すごいですよこれは。もう何しても無理っていう気しかしない。残り10分切りましたけど、もう千円札でいってるんですけどね、あの1万円札がなくなってしまいまして、50、58枚で38枚。ありがとうございます、ありがとうございます。38枚目を入れた瞬間に先べがしました。ありがとうございます。507ゲームでございます。チェリー重複、チェリー重複。いやー綺麗やなー、綺麗。
あもうね、もうね、ビッグやで、空気読んでな。あー、しゃー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 、ここだす。とりあえずこれで一旦ワースト記録はなくなったぞ。まあ、まだわかんないですけどね。おーしゃー、やった、来たー。終了、ワンゲーム連チャンス。あ、これもうないやん、これね。連チャンさせりゃいいのよ、連チャンさせりゃ。連チャンなんてものはそんなしないんですけれども、 A タイプなんで早く引きゃいいのよ。まだ時間はある、あんまないけど、6分40秒。あーよっしゃよっしゃ、早い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 、9ゲーム単独ドーン。いらんかよ、いらん、いらんことない、いらんことない、いらんことないけど、ここはピックが良かった。新ライドのレギュラーボーナスですからね。10 9 8 7 6 5 4 3、あと1回で2 1。ピー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 、ということで2時間30分の一本勝負、これにて終了となります。ご覧いただいている方はうすうす結果をね感づいてはいらっしゃるかと思いますが、しっかりエンディングまでご覧ください。よろしくお願いします。さあ、もう残りが10秒を切りました。4 3 2 1 0、なったんで、これラストと、これでペガればセーフ。あえてちょっとこれ外しましょう。ねじって、はい、というわけで91ゲームで、まあね、とりあえず2ペカはできましたけど、終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実戦終了いたしました。いたしました。暗いそらそうなるよね。そらそうなりますね。そうなりますよね。結果発表を一応やってきますか。そうですね、やめとく。二人ともなしやったらもういいんちゃいます。うん、いいっすか。だってもう多分見てくださってる方も全員もうね、もう分かってる、分かってますよね。なんなんすか、僕ら相性悪いですかね。そこですか。うん、あそこ。でもね、一個僕原因は分かってるんですよ。はい、やっぱりブラックローズをやったじゃないですか。はい、前回もやったじゃないですか。はい、前回気づいてたんです実は。あれをやると調子悪くなるなと、うん、でもう出えへんと。で今日もやったじゃないですか。はい、案の定これですよ。もう僕投資、1900枚回収が、何枚だっけ、351枚で3枚がマイナスの1549枚という、はい、まあ大敗大敗、はい、大敗で大敗でしょ。え、大敗って言ってますけど、私も投資1900枚。回数がいったな。87枚で80、マイナス、マイナス1813枚。マジっすか。足り合わせたら3300枚ぐらいで、これ3362枚か。外伝史上ほんまに一番負けてる可能性ありますよ。だってそうそう投資2000枚近くいかないですからね、たった2時間半で。うん、でも普通にほらね、お仕事で来店とか行って2時間半で4万とか使いません、はい、僕は使いません。あ、すいません。
大体1日やって5万ぐらいですかね、使うのぐらいには抑えてますけどね、負け額は。まあ負け額はね、1日でそのぐらいですけど、はい、結構お昼までに。ああそうっすね。てかあかんわこれ、もう金の愚痴の話してるからほんまにもうね、はい、まあもうだから相性が悪かったということでいいんじゃないですか。寂しいな、寂しいな、あのほんまにひどいですね、名前間違いから始まって、ね、最後は相性が悪いで終わらせますそうですね、ちょっと寂しいですけど、いや私は、はい、距離縮まったと思いましたよ、今日一日ご一緒に行動を共にして、あ、はい、まあ、最初はね名前間違えられましたけど感じね、じゃ あ, あれは間違えたんじゃないです、厳密に言うと知ってたんですけど変換をミスってただけ。いやいや、たまたまブログもついたも一緒でしょ、すいませんでも今日一日通して、うん、わりかしね、うん、すごくいいところも知れたし、はい、こうイメージと違ってね、もっとクールなイメージだったんで、ああ本当ですか、すごくいい方だなと思ってちょっと歩み寄れたんじゃないかなと思ったんですけど、最後の最後に相性が悪かったと言われて私の心はズタボロですよ本当に。僕の心もズタボロなんで。なんでですか、ブラックローズやらされて、ブラックローズもやらされて絶対またやらされますからね、ね、うん、もう恐ろしい、絶対またやらされますから、もう消し去ることにしましょう抹消することにしましょう、ブラックローズ今日なかったことにします、今日なかったらもう一回明日やろう、明日やりましょうか、もう一回明日3本撮り、結果の方が、まあ、2人ともマイナスということで矢はもらえず、はい、もうまたは安定のやつです、安定の3連続これやばいやばいもうね、見慣れたね、でも当ててきてるから2回、そうそうそう、2度あることは3度ある、おーいいこと言うた、ある何ちょっと頼んでいいっすか、やだ、なんでやだやだ、最後は男らしくビシッとね締めてもらわないと、いやそんなん、ちょじゃあじゃんけんしよう、やだで、すげえ無難な解決やったのに嫌なんすか、いやだってね、ここはやっぱり俺が行くよって言ってほしいな、おお、ブラックローズの力借りる、あ、じゃあブラックローズに打ってもらうっていうのどうです、あ、そうします、うん、あ、ブラックローズにじゃあ頼みます、呼びましょうよ、呼びますか、はい、あ、わかりました、じゃあちょっとすぐ来てくれるみたいなんで、はい、あのブラックローズにお願いすると、そうですね、いうことで、はい、はい、なぜかまた呼ばれた、当ててやる、いきまーす、はい、どうやー、待って、あっしゃー、待って、どっちどっちでいたらいい、どっちでいたらいい、もう戻って戻って戻って戻る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 ね、戻るね、はいはい、いや、これ当たってすごい、いやすごない、マジですごいですよね、ね、ありがとうございますいや、本当に、まあ、史上最高額の負け試合だったかもしれないですけど、はい、今日、1日通してね、はい、でも、こんな奇跡が3回も、いや、これはある意味、あれやね、なんか歴史に残る1日で、記憶に残る1日でしたね、いや、そうですね、いや、すごいわ、記録ワーストも作りつつこっちのベストも作ったみたいな、いや、本当ですよ、感じですよね、きっちり3店舗様とも3名様に、はい、やった、かっこいい、かっこいい、かっこいい、もうなんかほんま当たらんみたいな感じでやったんよ実はいや、言わないでくださいいや、当たらへんやろっていう、これさすがに思ってますね、やっぱり、あ、持ってた、持ってました、はい、彼も彼もね、彼もちゃんと持ってたぞ、別人ですね、いや、僕は違いますよ、あ、僕は孝太郎なんで、あ、これはブラックローズ系、はいはい、ブラックさんも持ってたということで、持ってたということで、さすがでございます、まあ、3人協力してね、はい、ちょっと距離縮まったかもしれない、ん、3人、3人の3人で3人の、え、ちょっとローズ M さんも入れてもらっていいですか、ローズ M はもうどっか行ったし、なんでよローズ M はいいんですけどまあでも距離縮まったならまあ良かったです、はい、はい、
はい、というわけで、まあ、めでたく今回も、はい、奇跡的にクオカード1枚ゲットということなんで、はい、ぜひ応募していただければと思います。はい、また次回は違う組み合わせになると思うんですけれども、はい、ジャンバリメンバーがね、挑戦するんで、はい、また見てください。楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。黒バラ軍団のリノです。ラバーズの白鳥美恵です。よっしゃー、うまい。ボーまあ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 、LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。